大野石油広島オイラーズは、広島県広島市を拠点とする、大野石油店の女子バレーボールチームである。2019年10月現在、V リーグディビジョン2に所属。猫田記念体育館母体は、広島県内で、石油製品を取り扱う大野石油店。1992年創部、2003年、V1 リーグに昇格。 当初は、大野石油スポーツクラブとして活動していたが、1993年に、大野石油広島女子バレー部に改名した。2007年に愛称を、オイラーズとした。この愛称は、母体の業務である、石油を由来としている。選手たちは昼間、市内の給油所で、サービス業務に従事し夕方まで勤務した後、本社ビル内にある、専用体育館で練習を行っている。 試合会場は、広島市の猫田記念体育館や、福山市のローズアリーナを使用している。ユニフォームサプライヤーは水野。かつては、所属選手のほとんどが、広島県出身であった。また、他の広島のスポーツチームの応援と同様に、シャモジを楽器として使うところも特徴である。1992年に、王の石油スポーツクラブとして創部。翌1993年から、 大野石油広島女子バレー部と解消。1994年、地域リーグに参戦。2000年には、地区リーグ西部で過去最高の2位となり、初のプレーオフに進出。翌2001年には、地域リーグ西部で優勝を飾る者の,のプレーオフを勝ち抜けず昇格できなかった。2003年、プレーオフで優勝し、V1 リーグに昇格を果たした。以降、チャレンジリーグに定着している。 2007年に愛称をオイラーズとした200910シーズン開幕前日である11月27日遠征先で2選手が新型インフルエンザを発症した試合前日であり準備ができないことから翌28日の開幕戦対黒部アクアフェアリーズ戦29日の検証会レッドハーツ戦を棄権したちなみに棄権試合は V リーグ史上初 2012年5月、9度目の出場となった第61回クロア式、全日本男女選抜バレーボール大会において、初の決勝トーナメント進出を果たし、ベスト8に輝いた。2017、18シーズンから、元 JT の原修司を監督に招聘したが、最下位に沈んだ。チャレンジリーグ、チャレンジリーグ I、V リーグディビジョン2、クロア式全日本選手権 V リーグ、 実業団リーグ V1 リーグ、編集 V プレミアリーグ、V チャレンジリーグ、編集 V リーグ、編集2020年1月17日版2019年10月版、大野石油広島オイラーズの歴代選手、スタッフ一覧も参照、新型インフルエンザの影響、東日本大震災のため打ち切り、ありがとうございます。